この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。今節もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。5日間開催で行われますボートレースチケットショップ UFU 開設2周年記念、本日シリーズ初日を迎えました。まず長谷さん、はい。ビーナスシリーズも終わって暦はもう10月です。早いです ね、もうあっという間ですね。今年もあと3ヶ月を切ったというところでございますけれども、はい、ただ本当ね、やはりこの季節の変わり目、朝とか晩はちょっとヒヤッとすることも、ね、ヒヤッとしますよね、うん、でも日中からあれまだ半袖で十分なんですよね、はい、でも朝起きた時は寒いなと思うし、夜帰る時もやっぱ寒いなって、やっぱり気温、はい、寒暖感じますね、ちょっとね。そうですね、本当ね、日中暑い日が続いているんですけども、はい、やはりこう選手にとっても気温差があると大変ですよね。でしょうね、うん、もうね、明るい日の、ね、出てる時に走るのと夜ナイターになって走るのじゃ、うん、はい、違うと思いますよ。特にあの、うん、秋、春秋とかいうのはやっぱり日中と夜の気温差がありますからね、はい、夏って言えばずっと日中も暑い、うん、夜も暑いんだけど、ね、はい、この時期はちょっとシビアにちょっと気温差があるんでね。だから半年時、3時、4時とかで走る時間帯と、うん、はい、7時、8時走る時間帯は全然違うでしょうね。だから本当に二階橋の選手っていうのはうまく調整合わさないといけないでしょうね、はい、なるほど。やはり前半気配が良くても後半ちょっとね、気温の影響でね、気配が変わったりとか。だから初日っていうのは本当ちょっと難しいかもしれませんよ。だからうまく合わせたもん勝ちですからね、うん、そうですね。さあね、そんなシリーズでございますが、今節はね、どんな選手が参加しているんでしょう。まずはこちらのフリップをご覧ください。出場選手一覧をご覧いただいております。今節は A1 級8人を含む44選手が参戦しております。橋さん、はい、まずどうしてもあの選手に目がいっちゃうんですが。でしょう、あのホワイトシャークでしょですね、白井選手はい、グランプリの常連さんがこの一般戦に来てくれたってことは大きいですね、うん、そうですね。今年またね、 SG は勝ってないけど、はい、まあ、オールスターグランドチャンピオン、はい、メモリアルと SG 優勝3回、いやすごい。賞金ランクも今6位ですからね、はい、まあこれから、まあ、もうね、うん、10月ってことはもうそろそろね、はい、グランプリのことも考えないといけないからね、うん、これからいいリズムでいきたいところでしょうね。でも白井選手が来ましたね、やっぱこうサムさんと輝きますねそうですね、やはりどうしても目がいっちゃうんですが、ただこうベテラン陣も結構強力なメンバーがね。今村信孝さんもいるでしょう、はい、そして地元はね、吉田翔選手、はい、最近調子いいですよ、うん、はい、で地元といえば榎木選手もいますね、はい、うん、お、素人選手、山本選手もいる、はい、お、音藤選手もいるおららら、この対白井選手たちどうするかでしょうね、はい、みんなね、ねえ、いや選手もいますからね、これ怖いですよね。ですね、ぜひね、初日の本日からね、熱戦にご期待いただきたいと思います。ということで以上、出場選手一覧をご覧いただきました。さあ続いてはピックアップレーサーのコーナーです。長谷さんにはシリーズを通して注目したいレーサーを2人ピックアップしていただきました。続いてのフリップをご覧いただきましょう。音藤選手、森永選手ですね。まずは音藤佐藤選手です。この45はね、うん、いいモーターと思う。今節はね、うん、いいモーターがいっぱい出てます、はい、で、まあ、比較的若手が引いたんですよ。うん、で主力の中ではどうかなと思ったところでは、やっぱり A1 音藤選手引いた45、はい、これ検定タイムトップのモーターですね、はいはい、8月のウルトラマン杯では A1 のね、うん、船岡陽一選手優勝しました、はい、ただ船岡選手以外でも、うん、まあ、乗り手を選ばず本当にパワフルな動きを見せるコース上級なんですよ、うん、はい、昨日はね、うん、なんか伸び方に調整をしていったらしいんですよ、本気で叩いて、はい、うん、ただ合ってない状態ではあったらしいです、はい、その状態で前傾一番時計タイなら、はい、うん、合えばもっとタイムとか出そうな気がしますよね。投手選手言いました、大村なんかいいモーター引くんですよねって、はい、うん、だからいいモーターなんで、はい、頑張っていただきましょう。45号機これいいと思います。いや、音藤選手にとっては抽選的にも大村は相性がいいというところですね。はい、さあそして2人目は森永隆選手。この30もいいですね、うん、2連対率も 55% ありますよ。すごい。これはね、うん、出足、行き足、回り足、ちょっとまだレース足が抜群になることが多いコース上記、はい、前回も、うん、武富選手、はい、これ出足回り足よかったんですよ。よかったですね。森永選手がそのね、うん、前回使用者のね VTR 見たらしいんですよ、はい、あら
竹富さんこれ出足いいですね、うんうん、本人も昨日は回転の上がりが良くて、はい、感触いいですよ。そして彼は大村2連続優勝中、うん、相性いいですね、はい、楽しみですね。いやー、そしたらね、本当本人もこの手応えを感じている35号機と森永選手。もう一個ですね、はい、森永選手、これモーター 55% あるんですけど、はい、ボート50%あるんですよ。お、両機両手のスーパー高セット、はい、足して 105% でございますよ。 100% 超えますよこれね。え、長谷さんのね、回収率も 100% ね、超えたいと思います。僕も本当回収率 100% 超え、 200%、100% 超えたいですね。そうですね、ただこうして見ると音藤選手のボートもいいですね。これだからね、はい、この2人、はい、いモータープラスいボート、はい、ちょっと注目したいなと思います。いや、シリーズをね、沸かせてくれそうでございます。はい、音藤聡選手、初日の本日は第4レースと第10レース、そして森永隆選手は第5レースと第11レースに出走予定です。ぜひ初日からご注目ください。さあ、それでは今日は初日ですので、長谷さんにはメイン競争第12レースの発祥選抜を予想していただきました。続いてのフリップをご覧いただきましょう。ちょっと笑っちゃいましたが、見出し私読んでいいですか。どうぞ。イン3連対率 100%、 20丸は白井でエイジやないか。エイジやないか。エイジがちょっと 太文字になってますけどね。あ、本当ですね、なってますね。すみません、老眼なんでよく見えませんでした。いや、もちろん白井英二さんですね。いや、見出し考えるのも大変ですね、長谷さん。この見出しを考えるのも全集中、もう全能力を発揮しようと思って予想の方に集中してますですよね。白井選手ね、はい、このイン3連対率 100% というのは今年は、うん、もう全部インからは3着までに入ってるんです。すごい。でも、うん、もちろん圧倒的に1着が多いわけですよね。はい、もうだからここで白井選手のモーターって、改めて見たらこれ63号機ってこう数字がすごいんですね。ね、 55% 超えちゃってます。 55% 超えで、出走表にね、なんかモーター2連打でベスト10っていうのを行うモーターの質に載ってるんですよ。はい、一番上にこの白井選手が載ってるとか、いや、一番数字のあるモーター引いちゃったの。そうなんです。なんかどうなんですか、この主役がこの一番、はい、うん、勝率のあるモーター引いちゃったって、もうなんか、はい、それ反則でしょ。昨日はね、はい、ズバ抜けていいとこはないけど悪くないと思うよ、うん、だからもうモーターそのものいいのでプロペラに専念しようと言ってましたね。うん、ただね、しかしね、不安材料といえばボートがこれ 9% なんですよ。あら、ほんと。モーターはトップだけどボートはこれワーストですからね、はい、数字はね。9%。まあでもそんな感じで言ってもね、うん、まあ試合選手が乗ってね、活躍すればね、うん、来月にはね、なんかね、すごい数字が上がってるかもしれませんもんね。そうですね。うん、新入は枠なりでしょうね。もう毎月はないと思いますよ。はい、ただここモーター抽選で言うと、まあ白井選手はもちろん数字のあるモーターでいいですよね。はい、山本選手と江ノ内選手もいいモーターです。うん、ただ今村選手なんていうのは 23%、 いや、吉田志郎選手、うん、12%、 うーん、那須選手 14%、 いや、かなり差がありすぎます。この3人足しても白井選手かなわないじゃないですか。そうですね、立ち算して、うん、そうですね。でしょ。はい、で吉田選手これね、本当キレキ、数字もないけどキレキ良くないモーターなんですよね。まあ、前回加藤翔馬選手がまあセット交換して戻したけど良くなかった、はい、まあ、中間整備でねギアケースが変わってるんですけどね、でも昨日の感触は良くない。あ、特訓行って誰がいいんじゃなくて、はい、俺が悪いというぐらいの感触だったんです。那須選手は悪くない、はい、あ、これね、悪いモーターなんで、まあ、うん、ペラーでね、伸びを求めたらしいんですよ。はい、伸びは来た、うん、たら出足が来ない。あ、やっぱり悪いモーターというのはどこかが来ればどこかが悪くなるというんですね。はい、今村選手はね、コメントはね、全体的に良くないってことでしたね。はい、ららただ最近は調子がいいのでプロペラ調整でね、変わる可能性はございますよね。はい、じゃあもう白井でいいじゃないかってことがありますよね。はい、うん、もう本命ですね。はい、でもコース上記の4と5がダッシュで連動で襲いかかるのかな、はい、ちょっと2と3が昨日良くなかったってことは中へこむになるので、うん、
攻めていくのは4であろう、はい、で榎木選手が展開をついてくる、うん、普通な、昨日の時点で145、154、2点にしようと思ったんですけどね、はい、今村選手のね、はい、スタートも最近はしっかり来てるし、うん、調子がいいし、はい、プロペラで良くなる可能性もちょっとあると、うん、じゃあ2も入れましょうかということで、はい、まず本戦の回目は6点ですね。わかりました。狙い目です。山本選手2と3が昨日と前件同様良くないままなら白井選手にとっては壁なしのインになる可能性がありますよね、うん、いくら白井選手が強くても、はい、壁のないイン戦というのは嫌ですよね。その時は4番がスタートいった時は、はい、まくり差しがあるのかもしれない、うん、415、はい、江ノ内選手もコース上司だしね、引き出せればね、4510、はい、白井選手はインの3連打率 100% なんで300にも入るでしょう、はい、あと白井選手もうちょっとね注文つけるなら、うん、昨日話したんだけどね、最近体重がね、うん、昨日の体重が 55.7kg だった、まあ、だから出走は 56kg と乗ってるんですね。なってますね。ちょっとこれがどこまで体重が今日落ちてるかっていうのを注目しましょうね、はい。ただ不安材料少しはありますが、まあ、コース相性そしてモーターの数字なんかを考えるとも白井選手硬そうかな。大村強いですよ。G1 も2個勝ってるし一般戦も優勝してる。あ、なんか、うん、大村のインを今21連勝中なんですよ。わおなのに狙い目を出す私、うん、いやただね本当加瀬さんの口車じゃないですけど口車その、ね、2番3番の、ね、モーター考えるとスリット体系不安があるなっていうお話もね。そうなんです。吉田も昨日ね下がる、はいね、今後選手はよくなーって言ったんで、うん、そんならもしかしたら凹みになったら4がドカーンといく可能性も少しはあるのかな。そうですね。さあということで今日の第12レース発祥地選抜本戦の回目は1番の白井選手から、狙い目が山本選手の高モーター逆転もというお話でございました、はい、ぜひ皆様ご参考にお楽しみいただければと思います。さあということで5日間シリーズ誰が頂点に輝くのか、ぜひ皆様には初日の本日も最終レースまでお楽しみいただければと思います。ということで初日の本日も展望番組をお付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。